堆肥化施設とは、畜産業から排出される、家畜糞や食品産業から排出される、食品廃棄物などの有機廃棄物を堆肥化する施設のことである。畜産経営の大規模化によって多量に排出された家畜糞は、のぞみなどの不適切な処理を行ってしまうと、悪臭や地下水汚染といった公害が発生してしまう。しかし、家畜糞は、公害の原因であると同時に、 堆肥化を行えば、肥料や土壌改良剤として優れたバイオマス資源でもある。法的にも、家畜粉は適正な管理を行わなければならない。このような背景をもとに、堆肥化施設は作られている。食品廃棄物も同様に一部では堆肥化施設が利用されている。現在、事業者の排出する食品廃棄物も法的整備が進められ、 リサイクル率を上昇させることが目標とされている。対比化とは対比を作ることであり、その定義は、生物系廃棄物を、あるコントロールされた条件下で、取り扱いやすく、貯蔵性欲そして環境に害を及ぼすことなく、安全に土壌還元可能な状態まで微生物分解することである。あるコントロールされた条件下とは、対比化を行う、 微生物にとって有意な環境を人為的に作ることを意味している。また、有機物分解が不完全な状態では、肥料として様々な問題を持つ。これらの問題が起こらなくなるまで人為的に分解を進めることが対比化である。対比化処理施設で行われる分解も、家庭菜園などで行われる対比化と基本的には同じ原理である。主に酸素の供給。 水分の調節が不可欠となる。詳しい大比化の原理は大比化の項目を参照。大比化施設内での処理工程を順に説明する。生ゴミや家畜糞は眼水率が高く空撃率が低いため内部まで酸素が供給しにくい。そのため眼水率の低減させ空撃を確保しなければならない。一般的に眼水率60%前後。 空撃率30%以上が良いとされている。対比化がうまくいかない場合は、投入対比化原料の水分化とが原因であることが多いため、全処理の工程は重要である。また、一部では対比化促進、悪臭発生の抑制をうたった有用微生物添加剤を投入する場合があるが、その効果は確認できておらず、期待はあまりできない。もともと生粉や生ゴミに、 十分な対比化菌が付着しているため、菌を添加するよりも微生物の活動環境を整える方が効果が高い。以下に具体的な処理方法を説明する。これらの処理方法の中から複数が使用される場合もある。一時発酵では対比原料中の液分解性有機物を分解することを目的としている。同時に条件を整えれば、 一時発酵中は温度が摂氏60度以上まで上昇することから、堆肥減量中の雑草種子や病原菌の不活性化、水分の蒸発促進を行い衛生的な堆肥化を作ることもこの段階の目的である。アメリカ環境保護庁では雑草種子や病原菌の不活性化に摂氏60度以上を3日以上維持することが求められている。 一時発酵を促すためには、堆肥減量中に酸素を送り込むことが肝要である。そのため、堆肥化施設では攪拌機能や、通気機能もしくは両方を備えている。また、一般的に、家畜粉には、乾物重量中およそ40%が、液分解成有機物が含まれている。通気機能を強制的に、 堆肥減量中に通気をすることによって酸素を供給し堆肥化を促進させる。通気機能が備わっていない施設もあり、そういった施設は核反によって酸素を供給している。通気の方式には圧送式と吸引式がある。核反機能堆肥化施設で最も特徴が出るのが核反機能である。一般に体積方式と核反方式の二つに分けられる。 堆積方式堆肥車堆積方式の堆肥施設は一般的に堆肥車と呼ばれる。主に家畜風に使用される。構造は堆肥原料を雨よけの屋根と隔壁で折ったという単純な構造である。各班にはショベルローダーなどを利用する。堆肥車型は反応速度が遅いため、堆肥車の床部分に通気機能を追加した堆肥車も見られる。また、この方式は 悪臭が外に拡散しやすいため、民家などが周りにある場所では適用が難しい。機械的な装置をあまり用しないため、とても安価である。核反方式、核反方式には開放型核反方式と密閉型核反方式の二つがある。一次発酵で、ほとんどの液分解性有機物が分解される。二次発酵は、完熟度を高めるための発酵である。 この過程を経ることにより、作物の生育障害のない良質な堆肥が出来上がる。堆肥化方法は、一時発酵で使用された、攪拌方法の中から選択される。二次発酵では一時発酵よりも反応が小さいため、攪拌の割合や、通気量は一時発酵のそれよりも、格段に小さくなる。二次発酵を経て、完全な堆肥となった、堆肥原料は、 トロンメルなどで粗大な内物を除去し、袋詰めにされて製品化される。この工程は多くが全自動化されている。水分が多い場合は乾燥処理が行われる施設もある。対比化の過程では悪臭が発生するので、悪臭対策は必須である。対比化施設には、施設内で発生した悪臭を一箇所に集め、脱臭施設を併設することが多い。また、 脱臭を行うために適正な対比化を行い悪臭を少なくすることも重要である。悪臭の主な成分は硫黄化合物、低級脂肪酸、アンモニアなどである。硫黄化合物や低級脂肪酸は反応層内が嫌気状態になった時多量に発生するため、水分と通気を調節して反応層内を後期状態に保つことで発生を防ぐことができる。しかし、 アンモニアに関しては、適正に大気化が行われても数千 ppm の濃度で大量に発生してしまう。そのため、大気化施設はなるべく民家から離れた場所に設置されることが多い。また、脱臭方法にも様々な方法がある。ありがとうございます。